皆さんこんにちは、旅するシンガー琴音です。私はフランスの音楽、イタリアの音楽、ヨーロッパの音楽を中心にですね、そういったものを日本語で訳して歌うという歌手活動をしております。なのでね、結構原曲がフランスとかイタリアとか、あとは結構近くの国の、ベルギーとかね、あとはオランダとかね、いろいろな国が舞台になっている曲があるんですけれども、そういったものを自分のレパートリーの中で、もっとね説得力を戻して歌いたい、実際にある場所なんだったら行ってみようということでですね、気づいたらなんかいろんなところを旅していたと。例えばね、ジャック・ブレルという人の曲でアムステルダムという曲があったら、じゃあ実際にアムステルダム行ってみよう。そして、シャンソン、私の歌っている曲の中で恋のロシアンカフェという曲があります。この曲は、舞台は一応パリなんですけど、もう今パリにですね、そういったロシアンカフェというものが今なさそうだということで、じゃあ元ネタのロシアに行ってみようとかですね、いろいろそういった具合にいろんなところに行っていたら、気づいたら結構旅する人になっていたなということで、旅するシンガーということでこのチャンネルを始めました。来年の2月からはですね、私すごくアストルピアソラというアルゼンチン出身の作曲家が大好きで、なのでね、ちょっとでもピアソラの音楽に近づきたいなという気持ちで、来年は2月から半年ほどアルゼンチンに留学する予定です。なので、今までね、トラベルウォッチというサイトでボーカリスト琴音の音楽旅という連載をやっていて、今後も続いていくんですけれども、それの動画版というかですね、そういった旅の様子などもこのチャンネルで紹介していきたいなと思っています。なのでぜひね、歌ってる動画も上げてるんですけど、今後はこういうね喋っていく動画とかも上げていきたいと思っています。ぜひ皆さんね、今後琴音元気か生きてるかみたいな感じで見ていただけたらなと思います。ではチャオ。